みんなが高校になるにあたって絶対知っといてほしい言葉があります。タッチバックという言葉ですね。みんなはね、一応この中学校3年間で、まあ、いろんな知識を身につけたと思うけど、高校に入ってからはタッチバックという言葉が、多分日常でも出てくると思います。その意味を一応紹介しておきたいと思います。まあ、みんながね、一応高校に入ってすぐに、まあ、タッチバックという言葉を言われて、何っていうことが分かんないと多分高校生活も多分楽しくないと思うんで、一応言っておきますね。タッチバックっていうのは、まあ、簡単に言えば、こういうことですね。タッチバックというのは、立ってるバック、タッチバックっていうことになります。まあね、これは高校に入ったら絶対に知ることなので、あえて先生から言っておきました。先生も結構ね、勇気を振り絞って言ってるんで、まあ、みんなもね、そんな恥ずかしい顔をせずに、いずれ知る知識だから、これは受け入れてほしいと思います。あ、何？あ、いいよ、トイレ行く？やばい、見える見える見える、スカシスカシスカシ、スカシラ、やばい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 って、絶対声出すな、あ、待って待って待って、やばい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 、絶対聞かず、やばい聞かず、おおおお、ちょ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 、達田が行くっつって、俺めっちゃ止めてた、俺めっちゃ止めてたのに、いやお前本当にこれはないよお前、いや、本当にこれはない。いや、俺見てた、俺止めてたんだよ、俺も。いや、違う違う、いや、本当にお前。二人でやった最低だ。いや、違う、俺やったよ、いや、タツだ。お前は最低だ。あ、なんで俺のせいにする、本当にないよ。俺じゃないって。最低だ。人間じゃない。ちょっと待って。人間じゃない。俺じゃない。ちょっと待って。大丈夫。タツだが見てたんだけど、俺が止めてた。俺が止めてたから。消えろ、早くどっか行けよ。ありがとうな、相棒。はい、じゃあ皆さん、しおり、今日当たりましたか？楽しみだね。はい、じゃあ修学旅行委員会から今回の修学旅行のしおりの内容を発表します。まず初日は京都に着いたらグループ学習を行います。すいません、はい、この1日目の8時からのハッスルタイムっていうスケジュール何ですか？あ、まあ、一応男女での旅行になるので、まあ、男女で盛り上がれる内容を用意しました。まあ、これは、まあ、若いからこそできる、なんか、盛り上がれるやつを用意してます。この2日目の、夜9時からのハッスルタイムも一緒ですか？あ、2日目は、先生たちが、飲みでいないので、先生たちには絶対、まあ、言えない感じのような、内容のハッスルタイムを用意しました。でもこれは絶対先生には内緒です。なので、やりたい女子とやりたい男子だけ集まってください。もう本当になんか強制じゃないんで、これは。来たくない人も自分の部屋に、戻ってもらって大丈夫です。なので、まあ一応本当に盛り上がれる、楽しい内容になってますので、ぜひ来てください。ぜひ、可愛い女子とか来てください。お願いします。みんなね、声を出すときは口を大きく縦に開けましょう。ね、指3本分、よく言いますね。指3本分開ける縦に、こんくらいね。みんなね、ちょっと何やってんのバカ。急に入れないでください。何やってんの、なんで。食べちゃっていいかと思うんですよ。そんなわけあるか。え、すいません。違う、指3本目ってことで、見ねあーって、みんなにお手本です。これね、指3本目、ちょ、何やってんだって。で入れないでくださいよ。食べんな。食べちゃいます、口入れたら。歌え、食べんな、歌え。指入れないでくださいよ。おー、くんな、くんな。先生って、
って学生の頃なんかやってたんですか？ああ、俺はね、サッカーやってたよ。サッカー？見えない先生。本当？はい。これでもね、全国大会行ってたんだよ、俺。強っ。そうなんですか？うん。すげえ。ものすごい足早かったからね、昔は。先生って今どのあたりでしたっけ、住んでんの？ああ、俺はね、今東浅川の近く。あっちなんだ。そう、何住んでるよ。休日何してるんですか？休日はね、最近はゴルフだね。あ、ゴルフ好きなんですね。ずっとゴルフしてるよ今。好きな食べ物は？はね、明太子。あー、明太子美味しいですよね。明太子大好きだ俺。先生のあそこの長さってどれぐらいですか？あそこの長さ？はい。まあ大体これぐらいかな。じゃね。お疲れ様でした。うい。流れで聞けばいけんだな。こんなか。